新市長は男の子に暴行したとして母親の20歳の交際相手を逮捕。男は睨みつけてきたので頭に来て暴行したなどと供述しているということです。新井彩人君3歳、マンションの部屋の布団の上で意識不明の状態で見つかり、まもなく死亡しました。頭を強く打っていました。マンションでは普段から彩人君と20代の母親が一緒にいる姿が目撃されていました。自転車乗っていいよね。